中東の標準時農食の地域は夏時間を採用している。イスラエルの標準時、灰色の地域はイストと糸を採用していない。イスラエル標準時は協定世界時を2時間進めた標準時である。イギリス移民当地時代は現在のイスラエルとヨルダンにあたる地域では協定世界時を2時間進めたカイロの標準時が使用されていた。 1948年のイスラエル独立後、この標準時はイスラエル標準時とされた。同時に夏時間も制定された。夏時間を採用する多くの国が日曜日に夏、時間へ移行するのに対し、イスラエルでは安息日の関係で金曜日に夏時間に移行するため、夏時間への切り替えは他の地域の5日前、または2日後となる。 2013年頃は夏時間終了が早かったため、2から7週間は中央ヨーロッパ夏時間と時刻が同じになることがあった。イスラエルの近隣諸国であるエジプト、ヨルダン、レバノン、シリアとは同じ標準時を使用している。イスラエルではイスラエル夏時間と呼ばれる夏時間を採用している。2017年の夏時間は3月の最終金曜日に開始され、 10月の最終日曜日に終了する。IANA タイムゾーンデータベースのゾーンタブにはイスラエルの標準字が一つ含まれている。ありがとうございます。